各局秋の新番組が出揃ってきたところ、日本テレビは10月から嵐、二宮和也が MC を務める、二野さん、を、日曜午前10時25分から金曜午後7時に放送枠を変更。放送12年目にしてゴールデン帯に進出することが話題となった。前10位、ずっと続いてほしいと思う、日テレゴールデンバラエティ。二野さん、 はじめ、多くのバラエティ番組が人気を博している日テレ。ゴールデン隊の個人視聴率はトップを走り続けている。そこで本市は、続いて欲しいと思う、日本テレビ系列のバラエティ番組、GP 予備、について、バラエティ番組を週1回以上見る、という男女300人にアンケートを行った。第3位は、ザ・鉄腕・ダッシュ、日曜19時。 TOKIO の城島茂、53国分太一50松岡正宏47ラを中心にストーンズの森本慎太郎27や A グループの草間リチャード慶太28など後輩たちとともに自然と触れ合う長寿番組ダッシュ島やゼロ円食堂などのコーナー企画が人気で高い視聴率をキープし続けている 毎週欠かさず見ている30代女性、会社員、深夜の頃から好きな番組、40代男性、無職、と、深夜帯で放送を開始した1995年当初から視聴しているというコメントが多く、環境問題に取り組む姿や昔ながらのやり方で色々な企画をするのが面白い、30代女性、会社員、と、出演者たちが社会貢献していく姿や、 全国で自然保護や町おこしに携わっている企画を好ましく思っている視聴者もいるようだ。第2位は、ザ・世界行天ニュース、火曜21時、小福亭鶴瓶72と中井正宏52が MC を務め、世界各地で起こった様々な事故や事件、心温まるエピソードなどを再現 VTR で紹介する番組。 日常でのハプニングなどクスッと笑える VTR もあり、他にも、両天チェンジ、と題してダイエットを決意した人に密着する企画も放送されている。いろいろな特集が組まれていて飽きない、40代女性、会社員、笑いや癒し、涙もあって勇気づけられる、30代女性、会社員、など、 VTR の内容が実際の事件ということもあり感情を揺さぶられることが多いという声が見受けられた。他にも、鶴瓶さんと中井くんの掛け合いが楽しい、60代女性、専業主婦、と MC を務める二人の相性が高評価だ。第一位は、世界の果てまで行って休。日曜19時58分から、内村てる60、が MC を務め、 宮川大介、52、矢森リさん中、井本綾子、38、八イト子ア54、出川哲郎、60、など人気芸人がレギュラー出演。頑張れるーやら女芸人の、一手九、温泉同好会、ロッチ中岡の q チューブ闇ヤゾン、39、が担当する、世界の果てまで行ったっきり、は人気企画の一つだろう。 10月13日予定の放送では手越祐也36が番組に復帰することで話題だ。出川さんの英語の企画が面白い50代女性パートアルバイト芸人さんたちが一生懸命努力する姿を見ると感動するし元気をもらえる40代女性会社員と出川イングリッシュとたびたび話題になる企画をはじめ 笑いを追求しながらも努力が実るシーンが人気の理由のようだ。また、こんなに世界を知るのが面白いと思った番組は初めて、50代女性、医師、医療関係者とタレントのロケを通して世界の魅力に気づくことができるというコメントや、週の終わりに思い切り笑って月曜を迎えられる、40代女性、自営業と日曜放送ならではの評価も見受けられた。 テレビ離れが問題になっている中で、高視聴率や長寿番組を排出している日テレバラエティ番組に今後も期待したい。